2種類のフロッピーディスクフォーマットで供給された Microsoft Office 4.3日本語版のセットアップディスク3モードフロッピーディスクドライブとは通常3種類のフォーマットにアクセスできるフロッピーディスクドライブのことである。世界的には3.5インチで 2DD、2HD、2ED の3つのフォーマットにアクセスできるものが一般的であるが日本では同じ3.5インチで 2DD、2HD、2HD の3つのフォーマットにアクセスできるものを指す。日本における3 m ドフロッピーディスクドライブとは通常 720KB と 1.23MB、1.44MB の3つのディスクへのアクセスモードを持つ3.5インチのフロッピーディスクドライブのことである。このうち1 4 4イトフォーマットは IBM PS。 に及び e g の PC、AT 互換機で主流となった、2HD フロッピーディスクのフォーマット方式である。また、1.23MB フォーマットは、日本のコンピュータメーカーが PC、PC-9800 シリーズ、FMR シリーズ FM タウンズ、2020B16、B32、X68000 などのパソコンで、主に採用していた、2HD フロッピーディスクのフォーマット方式である。 ただし、PC-AT5 換機にとっての3モードと PC-9800 シリーズにとっての3モードは歴史的意味と 2DD モードでの回転速度が違う。PC-AT5 換機にとっての3モードは 720KB の 2DD と 1.44MB の 2HD を毎分300回転で回転させ読み書きできる2モードのドライブを拡張し、 360rpm で回転させる1 2 3イトの 2HD も読み書きできるように設計を施したものである。それに対して PC-9800 シリーズにとっての3モードとは7 2 0イトの 2DD と1 2 3イトの 2HD を 360rpm で回転させ読み書きできる2モードのドライブを拡張し、 300rpm で回転させる 1.44MB の 2HD も読み書きできるように設計を施したものである。そのため、両者は 1.44MB と 1.23MB の 2HD はそれぞれ回転速度が同じであるが、2DD モードでの回転速度が異なるのである。3モードアクセスは大きく分けて、以下の3階層によって成り立つ。上位層は階層の状態に依存する。 ドライブ装置、デバイスドライバが3モード対応であっても、アプリケーションが完全に対応していない場合がある。Windows 2000の Explorer は、3モード対応のドライブがあって、かつ、3モード対応のドライバがインストールされていれば、PC-98 の 1.23MB のディスクを読み書きフォーマットすべてできる。しかしながら、Windows XP のエクスプローラは、 3モード対応のドライブがあり、3モード対応のドライバがインストールされていても、PC-98 の 1.23MB のディスクに対しては、読み書きは行えるものの、フォーマットができない。ここでは Windows におけるフロッピーディスクドライブの3モード動作について述べる。日本 IBM が日本市場向けに展開していた PS55 は、もともと PS。 2と同様に7 2 0イトと1 4 4イトのフォーマットのみをサポートしていたが、1990年に発売された PS55Z モデル5530で1 2 3イトフォーマットの読み書きに対応した。NEC の PC-9800 シリーズでは7 2 0イトと1 2メガバイトのフォーマットのみをサポートしていたが、 1993年1月に発売されたモデルより 1.44MB フォーマットに対応した。その他、デル、ヒューレットパッカード等の世界的に展開しているメーカーにおいても日本で独自に使われていた 1.23MB フォーマットを読めるように3モードフロッピーディスクドライブと3モードフロッピーディスクドライブドライバを提供していたが2000年代中期に 入るとフロッピーディスクドライブそのものが、レガシーデバイスとなり、使われなくなっていった。J-3100 シリーズ。初期のダイナブックが採用していた1.21メガバイトを、含める場合もある、製品情報 FD-2USB。バッファロー。2019年5月8日へズラン。小高、輝きしん。小高信、小高明らの、今時の98。 PC-9800 から PC-98NX へ。インプレス PC ウォッチ2019年3月16日、閲覧。3.5インチフロッピーディスクドライブが標準で、付いている機種のうち1.44メガバイトを読めない機種とそれがいつから、いつまで発売されていたかを教えてください。NEC パソコンインフォメーションセンター。 1997年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年5月8日閲覧。フロッピーディスクス・イジェクテッド・アズ・デマンド・スランプス。ザ・デイリー・テレグラフ。2019年5月8日閲覧。ありがとうございます。